はい、私は今日のですね、6番目、今日は4日目のですね、県庁所在地を巡る旅ですね。千葉県庁、茨城県庁、神奈川県庁、京都府庁、大阪府庁と巡りまして、6個目の県庁にやってまいりました。はい、私が来たのはですね、ここは宮城県ですね。伊達政宗公のお膝元ですね。宮城県は仙台市にあります、宮城県庁にやってまいりました。まだね、東北だけあって今日は4月のですね8日なんですけど、結構寒いですよ。まあ雪は全然ないですけどね。今ね、歩いて正面に県庁舎が見えてまいりました。4日目、日本全国の旅、県庁舎を巡る旅4日目、6つ目の県庁舎でございます。さあ来たぞ。もう立派な県庁ですね。神奈川、京都とはちょっと趣が違う近代的な県庁舎となっております。立派な県庁ですね、これ。今日はちょっとね、所用がありまして仙台に来てるんですけれども、ついでにというわけではないのですが、今日の県庁舎を巡る旅、宮城県までやってまいりました。はい、今ね、県庁舎左手に見えますけれどもね、もうちょっとそばまで行きたいと思います。はい、着きました。これ真正面にあるのが宮城県庁ですね。何階建て、1、2、3、4、ほんの20階ぐらいあるのかな。で、正面にね、なんか花時計みたいのがあってね、まあ結構ね、その向かいにはね、公園がいっぱい広がってるんですよね。いっぱい広がってるって言い方もおかしいですけどね、森の都仙台に来て宮城県庁舎来ました。綺麗な花ですね、あれ。桜ではないと思うんですけど、綺麗な花ですね。天皇陛下御在位20年奉祝記念植樹なんていうのが書いてますね。平成21年11月の12日と書いてありますね。はい、こちらが宮城県庁でございます。まあ、茨城県庁もそうでしたけどね、まあ、この公園が周りにあるというのはね、非常にね、落ち着きますよね、雰囲気もね。はい、ちょっとね、今日はあいにく天気悪いんですけど、まあ私が千葉県出るとき大雨だったんですけどね、もう雨もすっかり止んじゃってましたけどね。はい、こちら宮城県庁、宮城県庁舎ありますね。はい、6つ目の県庁舎は宮城県庁舎でございました。はい、それではね、今度はですね、さあ何食べようかなっていうところなんですけどもね、あれかなあれかななんていろいろ思いを巡らしながらね、次はね、まあグルメということになるんじゃないでしょうかね。それでは次のうまいものか景勝地かお楽しみに。じゃあ向かいます。ここの牛タンはね、孤独のグルメにも出てきたそうですよ。こちらのね、すいすいさんは結構ご当地では有名店のようですね。地元出身のね、サンドウィッチマンさんとかね、いろんな芸能界の方のね、色紙が飾ってありました。
またですね、孤独のグルメのですね、撮影地になったということでですね、それ以前でも結構お客さんの入りが良かったんですけれども、孤独のグルメの撮影地になってその放映以降ね、また客足が増えたというような感じになっていましたね。私がですね、この店、11時半からの開店なんですが、これは絶対ね、混むだろうと踏みましてね、10時半ぐらいからね、お店の前に立って待っていました。そうしたらですね、開店までの間に10組以上のお客さんがね、私の後ろに並ばれてましたね。いやー、これは本当にね、1時間前から並んでよかったなと思いました。でもね、本当に一品でしたよ。絶品の牛タンでした。本当に美味しかった。ごちそうさまでした。なんとここは笹かまぼこ屋さんでございます。仙台といえば笹かまぼこですよね。はい。そしてね、こちらがですね、かまぼこ屋さんの金崎さんですね。金崎屋さん。こちらもね、自衛隊の駐屯地がそばにあるんですよ。仙台駐屯地がね。そのね、すごくそばにある、笹かまぼこのメーカーさんっていうんですかね、製造されてるとこなんですよね。まあね、着いた時にはね、なんか普通の、なんて言うんだろうな、普通の建物。まあ、ここが、工場かみたいな感じだったんですけども、まあ、ちょっとね、その中に入ると、いやいや、びっくりしましたね。お店の中がすごく綺麗なんですね。でね、今これご覧になっていただいているのはね、これは昔当時のね、お店の模様をね、再現したところなんでしょうね。非常にね、清潔感があふれてね、白を基調にしたね、お店でした。ね、体験もできるんですね。笹かま作りの体験もできて、45分間のコースで、まあ、1人800円ぐらいって書いてあったかな。まあ、我々はね、体験参加しなかったんですけどね。それでまあ、私、結構、まあ、数の笹かまぼこ、種類がたくさんあったんですけれども、全品1個ずつ買ってまいりました。いや、本当にね、本当にうまかったな。酒を、昨日はそれを盛んに飲んだんですけどね。これはナイスでした。ごちそうさまでした。はい、日本全国の旅、県庁舎を巡る旅、4日目、いかがでしたでしょうか。4日目にね、私が訪れましたね、県庁舎は宮城県の宮城県庁舎でございました。まあ、森のね、都というだけあって、県庁舎の周りもね、緑の多い公園がね、ありまして、非常に落ち着いた雰囲気のね、いい場所でございました。結構ね、弾丸旅行だったんですよね。朝の2時に出て、その日の夕方の5時に帰ってくるという日帰り弾丸旅行で、今回の旅行行ってきましたけれども、まあね、6軒目制覇いたしました。さて、次に私が訪れる県庁舎はどこでしょうか。ぜひともお楽しみにお待ちくださいませ。本日の動画がね、ご覧になっていただいて楽しかったなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイビー。